これはまた立派な聖堂ですね。この村の方々はよほどの強い信仰を持っておられたのですね。そうでなければこんな山奥にこれほどの大伽藍は作れないでしょう。同じ神に仕えるものとして誇りに思います。ご案内ありがとうございました。明日改めてこの村の方々にご挨拶する予定ですが、完成した聖堂というのを一度見ておきたくて。ところで宿屋はどちらになるのでしょう。あ、あちらですね。ありがとうございます。え、宿までご案内いただけるのですか。ご親切にありがとうございます。では向かいましょうか。いや、ようこそお越しで。お世話になります。しかし新しくて綺麗な旅館。いや、ようこそお越しで。いや、もう久々のお客さんで嬉しくって嬉しくって。はあ、うちの村は今村おこし中なんだけど、なんだお客さんが全然来ねえんだわ。ああ、こちらがお客さんの部屋になるんで。ありがとうございます。明日は日の出すぐ起こしに行きますんで、ゆっくりお休みください。なんだか勢いのある人でしたね。あ、あなたもこの宿で暮らしておられるのですか。あちらの方の部屋なのですね。なるほど。
それではまた明日。おやすみなさい。どうしたん？今この部屋に誰か人が。人？何かの見間違いじゃねえか？確かにいたんです。まあ長旅で疲れとるんじゃろ。ゆっくりお休みなさいな。気持ちのいい朝ですね。でも昨晩の人は誰だったんでしょう。気になって朝食が進みませんでした。結構でも村にはいろいろな名産品があるとか楽しみですね。とにかくまずは聖堂へ向かいましょうか。こんにちは。お手紙をいただいた立花ハモモルですが。おお、ようこそおいでいただきました。私があなたを招待したダイウス・ジュアンです。彼はこの村の村長の息子で村のまとめ役なのですよ。私はこの村の神父で岡田クロスと申します。よろしくお願いします。それにしても素晴らしい聖堂ですね。この村の皆さんの深い信仰心を感じます。ありがとうございます。見事なものでしょう。これが村おこしの目玉なのです。はい。このダイウス村を日本には珍しいキリシタン村として売り出すのです。ただこうして立派な聖堂はできましたが、観光にはその土地の歴史、伝説の類がつきものですな。はあ。聞けば立花さんはこの地方のキリスト教の歴史を調べているらしいですな。そこであなたにこの村の郷土史をまとめてほしいのです。ジュアン、もう少し丁寧にお願いした方が。はあ、ガイドブックのようなものを作りたいということですか。おお、ガイドブックとは聞き慣れない言葉だが。観光案内書です。その土地の名所名物を紹介するものですが、歴史や伝説などが書かれていることも多いですね。
それは興味深いですな。今度詳しく聞かせてください。だがクロス、私は村の寄り合いがある。お前がマリア像をご案内してくれ。では。強引なやつですいませんね。はあ、少しびっくりしましたが、興味深いお話なので喜んでお引き受けいたします。ありがとうございます。ではマリア像の祠に向かいましょうか。聖堂ができるまではここがこの村の信仰の中心でした。荘厳な雰囲気ですね。村人たちは自分の罪をこのマリア像に告解していたそうです。なるほど、皆さんの心の支えだったのですね。何か赤い印と文字が書かれていますね。サングイスクルイス、ラテン語で鶴の血という意味でしょうか。え？それは知りませんでした。誰かのいたずら書きですかね。そういえば用事を思い出したのでここで失礼したいのですが、これからどうします？誰か別のものを呼びましょうか。え、こちらの方に村を案内していただけるのでは。うん、ああ、わかりました。それではよろしくお願いしますね。では行きましょうか。とても眺めのいい場所ですね。そうだろう。俺はここから村を見るのが好きでね。よくここに来るのですか？暇があればここにいるね。うん。では宿屋の方で赤い服を着た女の子を見ませんでしたか？赤い服？ああ、客人のお嬢様のことか。お嬢様？数日前に来た旅の人なんだが、えらくおしとやかな人でね。村人は皆感心してお嬢様って呼んだるよ。昨日の人とは別かな。とにかく他にも外の人がいるのですね。会ってみたいです。
はい。あ、すみません。起こしてしまいましたね。おお、見ない顔じゃな。外から来られたか。はい、この村の郷土史を作りに来ました。おお、そうかそうか。それではまず、これを食いなされ。え、いいんですか？それは成人饅頭といってな。その昔この村に、え、もう食べたのか。仕方ない、もう一個やろう。この村が昔飢饉に陥った時、たまたま外からあるお客が来てな、その方がこの村を助けてくれたので村の成人となった。え、またもうないんじゃ、ごめんな。いえいえ、大変美味しかったです。そうか、村おこしのために成人様の饅頭を作ったのじゃ。他にも成人うどんや成人鍋があるぞ。ぜひ食っていきなされ。名前はともかく美味しそうですね。まあゆっくりしていきなされ。この村の昔話？そうや、やっぱり成人様のお話ね。みんな子供の頃から聞いてるから。この村で知らない人はいないわ。なるほど、この村の信仰の中心なのですね。あの聖堂も成人様の偉業を称えるために作られたのよ。いつかまたこの村に奇跡が起こることを祈るための場所ね。ね、あなたも聖人様を応援しない？聖人うちわをみんなで作るの。うちわですか？また今度機会があれば。これはすごい。たくさんの本がありますね。こちらは神学の本。あちらは小説や辞典でしょうか。しかし、この村独自の歴史、信仰を伝えるものはないようですね。残念ですが、他のところへ行きましょう。あれ、ここは…すみません、何をしているのでしょう。あれ、見てわからんかね。ここは墓場だろ。で、俺たちは村おこし中だろ。あ、やっぱりここはお墓なんですね。肝試しのイベントとか？なんでそんな神器臭いこと。俺たちがここでやんのは歌劇だよ。村に来た人たちに俺たち墓場歌劇団の劇を見てもらうんだ。歌劇？そうそう、ここら辺は眺めもいいし静かだろ。俺たち歌を練習してんだ。練習してんだ。はあ、しかしなんというか大胆な試みですね。成人に歌えばって歌劇をやんだ。公演が決まったらぜひ来てくれよな。
来てくれよな。まあ、新手の盆踊りみたいなものかもしれませんね。到着。お、何をしているんですか？汽車ごっこだよ。お姉ちゃんもする？いいですね。遊びに来たのではないのです。お姉ちゃん、見ない顔だね。外から来たの？はい、村おこしのためにこの村のお話を集めています。すごい、僕村おこしすっごく楽しみなんだ。ねえお姉ちゃん、都会の話を聞かせて。汽車には乗ったことある？もちろんありますよ。とても速いですが、意外と室内も煙たくて。え、そうなんだ。そりゃ石炭で走る蒸気機関車ですからね。でもあなたはまだ若いし、いつか自分で乗って確かめるといいですね。どうしました？僕、生まれつき体が弱いから村の外に出るなって言われてて。でも村おこしすると外の人がいっぱい来るし、村も賑わうでしょ。だから僕すっごく楽しみなんだ。そうだったんですね。わかりました。絶対に村おこしを成功させましょう。私も微力ながらお手伝いします。ところで、成人の方はどのようにして村を助けたのですか？飢饉の村で食べ物をどこからか大量に用意したそうじゃ。え？どうやって？わからん。だから奇跡なのじゃ。成人様が一声あげると肉が無限に湧き出したらしい。そんな液体みたいに。聖書のパンや魚を増やした話が影響しているのでしょうか。それにあやかって聖人饅頭や聖人うどんを作っているわけだな。もう肉関係なくなってますね。向こうの方に共用の台所があって、そこでいろいろ料理を試作しとるよ。今日は食材の準備中とか言ってたから、明日にでも行ってみな。わあ、素敵ですね。また行ってみます。夜に来るとちょっと怖いですね。何かお探しですか？いや、その、宿で読む本をお借りしようと思って。あら、本がお好きですのね。お仲間がいて嬉しいわ。はい。そういえば、少しお聞きしたいのですが、この村の歴史や信仰に関する本って、ここにはないのでしょうか？あら、残念だけど、そういうのはないわね。この村はキリシタンの村だって聞いたかしら？よくご存知でしょうけど、江戸時代、キリシタンは迫害されていたの。そんな時代、信仰の証拠が役人に見つかったらどうなると思う？村人全員、子よ。そんなわけで、紙に残された記録はないの。なるほど。貴重な情報をありがとうございました。では、今日はこの辺で。
いやー、温泉まであるなんて至れり尽くせりです。早速入ってみましょう。成人温泉近日開場。ガーン。とほほ、そのお茶開くのを待ちましょうか。はぁ、今日はこんなところでしょうか。しかし紙の記録がないとは、もっともキリシタンにはよくあることですが、今日は成人の話をたくさん伺ったので、明日は違う話も聞きたいですね。それでは明日もご案内をお願いします。おやすみなさい。ありがたや、ありがたや、ありがたや、ありがたや。ん？どうしたのでしょう。ありがたや、ありがたや、ありがたや、ありがたや。あの時の。何かご用ですか？もしかしてお嬢様ですか？はい、なぜかここではそう呼ばれています。おお、外から来られたんですよね。私もです。あら、それは心強いです。私この村のことよくわからなくて。ところで、なんで一昨日の夜は私の部屋にいたんですか？何のことでしょう。それでは失礼しますね。これから用事がありますので。あれ？はい、また今度。ところで、皆さんは一体何をしていたんですか？いや、お嬢様が聖堂の上にいらっしゃったから聖人様かもしれないと思って拝んどったんです。聖人様？昔話の？ありがたや、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 ありがたや。このまま進めるのか？当然だ。村おこしで外の空気に触れさせることでこの村を近代化せねばならん。そうでなければ翼は浮かばれまいよ。いやー、お待たせしました。朝ごはんが美味しくてついおかわりを。そうでしょう。この村のものは何でもうまいですからな。村には慣れましたか？はい、成人まんじゅうを食べたり、子供と話をしたり、オペラを見たり。オペラ？はい、墓地のあたりで村人の方たちが歌劇を。
当世は歌劇をオペラというのですか。はあ、浅草のあたりではそう言っていたような。立花さん、あなたに改めてお願いしたいことがあります。はい。どうやらあなたは豊かな都会の知識をお持ちだ。郷土史の編集も続けてほしいのですが、それだけでなく外の人の視点から村おこしに助言していただけませんかな。でもそんなコンサルタントみたいなことをできるかどうか。また横文字が。素晴らしい。お礼はします。差し当たりこの村では無料で食事を食べ放題にしよう。他にもぜひ協力させてください。それではお頼みします。あの子に約束しましたし、できることは何でもお手伝いしましょう。村の歴史を調べとるんですってね。ジュアン様から伺いました。はい、よろしくお願いします。昔話といえばやっぱりあれかね。ね、あんた。ああ、そうだな。鶴女房という話がありまして、昔村の男が漁に出た時、罠にかかった鶴を助けたそうな。その次の晩、美しい旅の娘がその男の家を訪れた。やがて男と娘は恋に落ち、祝言を挙げた。二人は非常に仲睦まじく、村の者はこの結婚を歓迎した。しかしある晩、皆が寝静まってから娘が外へ出て行った。不審に思った男が娘の後をついていくと、マリア様の洞窟の中で娘は鶴の姿になっておった。男はそれを見て声を上げてしまった。するとその鶴は悲しげな顔をして飛び去っていった。娘は二度と男のもとには帰らなかったそうな。はい、あんた、お水よ。ありがとうな。お前が飛び去ってしまったら困るの。あら、やだなるほど、いわゆる鶴の恩返しのような話ですね。こんなお話でよかったですか。もちろん、ありがとうございました。ハンコ集めかな。朝市というのもあるぞ。良いですね。何のお話ですか。村おこしの案を出してるんですわ。ジュアンさんが観光客向けの企画を考えろって。へえ、面白そうですね。やっぱ歴代村長の似顔絵ハンコ集めだろ。あ、新鮮毒キノコ朝市に決まってる。てめえ、俺何文句あんのか。お前こそ昔から気に入らなかったんだ。喧嘩はいけませんねえ、クロスさん。いないし。てめえ、ちょっとふざけんな、バルチクなんだこの野郎、チクソ。あ
落ち着いてゆっくり話し合いましょう。ここがおじいさんの言っていた台所ですね。感激です。お、なんだよ、お客さんかい。まあこっち来ないよ。ここでは成人にちなんだ料理を試作しているらしいですね。なんでも昔肉が湧き出したとか、びっくりですね。おお、よく知ってるね。じゃあとっておきを出そう。肉噴水団子だ。無限にあふれる肉を表現してみたぜ。これは肉団子が幾層にも重なって湧き出す水のように。素晴らしい、素晴らしすぎます。そういや、さっきも成人様の話をしたな。ん？あのお嬢様さ、なんか成人様の話をしつこく聞かれたよ。へえ、そうなんですね。昔話に興味があるのかな。私もただの料理人だから詳しいことは知らないけど、通り一遍の話をしたら飯も食わずに帰ってったよ。もったいない、こんなに素晴らしいのに。ごちそうさまでした。もう食ったの？こりゃ作りがいがあるね。ねえ、あのお嬢様、ちょっと感じ悪くない？あら、やっぱり？この前挨拶したら無視されたの。男衆からチヤホヤされていい気になってるんじゃない？もしかしたらとは思うけど、どうかしらね。男衆に任せてたら村おこしもどうなることやら。この村はぼんやりした人が多いからね。頼りになるのはジュアンさんだけだわ。必ずしも一致団結しているわけでもなさそうですね。わしが聞いた鶴女房の話はちょっと違うな。え、そうなんですか？ああ、最後に飛び立つんじゃなくて、村に残って卵を産む。え、卵ですか？そう、結婚した村の男との子という話だ。子って、その卵から子供が生まれたんですか？いや、それはわからん。卵を産んだで話は終わっていてね。そうですか。変わったお話ですね。ところで、あなたはどうしてこの村に？最近体調が芳しくなく、西洋に参りました。この村は静かでいいところですね。おかげで体調も良くなりました。うん、今は村の中を観光しています。そうですか。この村には大聖堂はもちろん、他にも良いものがたくさんあります。例えばマリア像の洞窟にはもう行かれましたかな？いえ、まだ。どんなところですか？その洞窟は元は金銀を掘っていた坑道らしいのですが、
あら。はい。しかし遥か昔に金銀は枯れ、その穴にマリア像を安置したようですな。なるほど。興味深いお話ですね。美しいマリア像なので、ぜひ一度ご覧ください。やっぱり村おこしの企画はこれしかない。おいしい毒キノコの朝市だ。これは誰にも思いつくまい。さっき通りで同じことを言ってましたよ。え？まあいいや、俺は俺で進めよう。いいんだ、お互い協力した方がいいと思いますが。にしても毒キノコ流行ってるんでしょうか。いやいや、鶴女房は飛び去ってないし、卵なんて産んでないよ。鶴女房はね、最後はキリシタン禁令のせいで殉教したんだ。迫害の時代の悲劇だね。いつの間に鶴女房はキリシタンに？外から来た人ですよね。それはだな、なんでだろう。もともとキリシタンだから迫害されてこの村に来たんじゃないか。罠にかかった鶴という設定がどっかに行ってますね。この本は昔から読みたかったレア神学書です。ここの蔵書はとても充実していますね。どうやって集めたのでしょう。ああ、それを集めたのは神父のクロスね。へえ、勉強家なんですね。そう、あの子は昔から本が好きで。かわいそう？この村の信仰ってちょっと変わってるでしょ。まあユニークですね。世を忍び孤立して暮らしてきたから、随分正当から離れてしまった。あの子はそのことを知って苦しんでいる。まあジュアンの村おこしが成功したらそういうギャップも減るかもね。なるほど、そういう考え方もあるわけですか。いけない、すっかり長話しちゃった。じゃあまたね、あの子たちをよろしく。はい、おやすみなさい。あれは？変だな、文字なんてない。ん？何をしているのですか？
あら、こんばんは。何を見ていたのですか？このマリア像ってとっても古そうでしょ？いつ頃作られたものかなって像や台座の様式を見ていたの。ああ、やっぱり古い歴史や文化がお好きなのですね。あれ？だから村の方からいろいろなお話を聞いていたのでは？ああ、そうそう。それで、いつ頃のものかわかりましたか？そうね、江戸前期のものじゃないかしら。キリシタンの弾圧が始まった頃、心の支えにしてたのじゃないかしら。これはいわゆるマリア観音と呼ばれる様式ね。観音様ということにして世を忍んで信仰していたんでしょう。悲しい歴史ですね。今日はなかなか面白い話が聞けましたね。お嬢様にも会えましたし、歴史や昔話が好きなようなので仲良くなれるかもしれません。では、明日に備えてもう寝ます。おやすみなさい。おや、今夜はお一人ですか？落成式の日も近づいているので、皆気合が入っていますよ。今年はまれびとが多いし、もしかしたら。そうです。特にあの女の子は有望です。あの人たちから目を離さないでくださいね。今日の作戦を立てなければいけませんね。この村の昔話は、聖人と鶴女房の話が中心のようです。どちらも
外から来たものを特別視する話です。村おこしのアイデアを探しながら、他にも似た話があるか聞いてみましょう。花火をあげるのはどうかな。それはいいですね。何をしているの？あ、今一緒に村おこしの方法を考えていたのです。一緒に？変わった人ね。変わった？いえ、皆さん一生懸命考えていると思いますよ。でも村人の皆さんは点でバラバラで協調性がない。口々に村おこしをしたいというだけで決まったテーマもない。これで本当にうまくいくものかしら。そんなことはありません。きっとうまくいきます。私もお手伝いして必ず村おこしを成功させてみせます。あら、私は否定したんじゃなくて心配しただけですよ。皆さんの立派な村おこし楽しみにしてますね。お姉ちゃん、ありがとう。はい、任せてくださいね。勢いで大きなことを言っちゃいました。寝ていらっしゃるようですね。おや、お客さんかな。起こしてしまってすみません。なんのなんの、私は目が見えんので耳が鋭いんじゃ。で、なんの用かね。あ、はい、この村の昔話についてお聞きしたいのですが。はあ、昔話は外から来た人の話が多いですね。そこで似たような話を。あれ、また寝てしまったようです。外から来た者の昔話？さて、ああ、昔あんたみたいに外からこの村に神父さんが来た話はどうだ？え、それは興味深いです。占いが得意で、時々予言めいたことをして当て取った。神父が占いですか？そしてこの村の信心深さにえらく感心されて、結局この村を追の住処になされたんじゃ。なるほど、立派な方だったのですね。ああ、本当に立派な方じゃ。外から来た人の昔話。昔のことはよくわからんけど、あんたとかお嬢様が来た時はやっぱり盛り上がったね。お嬢様も最初に来た時はなんだか警戒して様子を見てたけど。へえ、そうなんですか。みんなで歓待したおかげか、最近は心を開いてくださって、この村ではどんな石が取れるのかとか、
村に興味を持ってくれたみたいでね。うんうん、この村に魅力がある証拠ですね。今も昔も外から人が来るのは珍しいんでね、すぐ村中の噂になりますよ。お客さんが村の入り口に立った時もすぐに回覧板が。そんなに。そりゃもう例のお嬢様だって注目の的で、今朝の朝ごはんに何を食べたかまでみんな知っとります。それはちょっと恥ずかしいですね。お白様という話もあるぞ。子供の頃に聞いた。おお、近在で信仰されている神様の名前ですね。外では神様なのか。ここらじゃただの昔話だが。昔、知らん女がこの村に迷い込んできた。急な来客だったから部屋がなく、村長の家の馬屋に泊めたんだ。そしたらその娘っ子が馬を気に入って結婚するとか言い出して、村長も困ってしまったが仕方なく一緒に馬屋に住まわせたそうな。やがて一人と一匹は祝言をあげ、一つの石となった。唐突ですね。なぜ石なんでしょう。さあね、とにかくその石は今もこの村のどこかに眠っているという。オチに納得がいきませんが、でもどこか鶴女房に似た話ですね。鶴ならいいけど馬だよ。子供心に変な話だと思ったけどな。こんなところで何をしているんです？あら、村長さん。まだ村長ではありません。いずれそうなりますが。頼もしいですね。観光もいいですが、静養中ならもう少しおとなしくされるべきでは。あら、ご心配ありがとうございます。おまけに聖堂の上に登るなど、健康な女性でもなかなかできませんよ。あらやだ、覗き見ですか。村の者から聞いたのですよ。とにかくいきなり倒れられても迷惑だ。おい。村の者を一人つけましょう。今後はおとなしくされるように。まあ、過保護なこと。それじゃあ付き人さん、どうぞよろしく。ずいぶん村のお話も集まりましたね。どうやらこの村の村おこしの形が見えてきた気がします。ジュアンさんやクロスさんにお話ししましょう。何か村おこしのことで案があるとか。さあお話しください。ジュアン、せかすのは良くないぞ。いえいえ、
私なりに考えたことをお話しさせてもらいますね。この村は成人信仰をはじめ、外来者をもてなし尊重する文化があるようです。うん、そうかもしれない。おそらく信仰のために村を閉じた結果、新しい血が入らなくなることを危惧して、外来者がこの村の信仰に馴染みそうであれば村に加えたのではないでしょうか。私もこの村の皆さんから温かい歓待を受けました。ここは観光業にうってつけのおもてなしの村だと思います。それを全面的に押し出して宣伝するのはどうでしょうか。うん、興味深い。おもてなしの村？よくわからんが、客人をもてなすのは当たり前でね。しかし、外の方が認めてくださったんだ。悪い気はしねえな。しかし、具体的にはどうしたらいいのでしょう。おもてなしだけでは。いえいえ、すでに皆さんは料理や歌劇など様々なアイデアをお持ちです。最近帝都では様々な余興や遊具を集めた遊園地という公園が人気です。ほほう。そこで村ごと成人様の遊園地にしてしまうのはどうでしょう。どういうことじゃろう。外から来たお客さんを成人に見立てて、成人の物語を体験してもらうのです。面白そうね。成人様かもしれんしな。でも余興はいいですが、遊具は何かありますかね。遊園地では観覧車やブランコなど乗り物が人気のようですが。行動用のトロッコが残ってるな。あれではどうだ。おう、僕トロッコの運転手やるよ。それはいい。危ないことはいけませんよ。でもどんな風にするか一緒に考えましょうね。あなたをお呼びしたのは正解だったようですな。みんな、素晴らしい助言をくれた立花さんを村の特別コンサルタントに任命しようではないか。そして一致団結して遊園地を実現する。合言葉は、お客様は皆成人様です、だ。決まりだな。お役目ご苦労様です。お茶でもいかがですか。ありがとうございます。いえいえ、この村の方たちにはよくしてもらってますので。静養のためこの空き家を貸していただきましたし。宿屋だと人の出入りがありますからね。それに村には空き家がいくつかありますからね。村おこしで人が移住してきてくれたらいいんですがね。きっとそうなります。こんなに素敵な村ですから。お嬢さんにそう言ってもらえるとは。とても光栄で。騙しやすくて素敵。
お帰りなさい。どこへ行ってたのですか？時々ふらっといなくなっては戻ってきますよね。うむ、村の人たちと世間話？ちょっと意外ですね。それでは私はそろそろ寝ますね。おやすみなさい。今夜はいつもより冷えますね。あれ、下に誰かいるな。とうとう尻尾を出したな。あなたは付け人をうまく眠らせて油断したか。だがお前を見張ってたのは一人だけじゃないんだよ。さあ吐いてもらおうか。何をこそこそ嗅ぎ回っている。なんか揉めてる。ち、大方あの石のことでもどこかで嗅ぎつけたのだろうが、この村にはお前の望むようなものはない。さっさと。誰だ？ん？